はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は久しぶりにサブアカやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、このタイミングと思う人もいると思いますが、まあメインアカウントはね、皆さんご存知の通り、僕は田代選手をライブを走ってまでゲットした次第でございますので、今絶賛ね、お気に入りクラブ券ため中なんですけれども、まあサブアカはね、まあ裏でちょこちょこ引いたやつもありますけど、引けてません。はい、引けてませんということで、まあこのタイミングでありますが、ラスト田代チャレンジやろうかなと思いまして、動画撮っておりますと。でですね、僕個人としてね、もう一つあと気になってることがありまして、まあちょっとメインアカウントじゃね、できないことなんで、サブアカでちょっとやってみたいんですけど、お気に入りクラブのグレード80件が、鹿島、結構上田選手引いてる人を見るんですよね。なので、まあ、先日のね、ブラリ旅ね。で、お気に入り80件がありますので、これを鹿島で引いてみようやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ね、そちらをやっていきたいので、もうね、早速ね、引いていきたいと思いますけど、今、アウィスパ整理しますと、金旗出るとね、今野選手確定ということで、まあ、めちゃくちゃね、うん、それはそれで美味しいんですけど、まあ、鹿島の方でね、グレード80以上で、金旗引くと、まあ、あれですよね、上田選手。で、あと、黄色ガーディアン引くと、早川選手かな。まあ、この組み合わせも結構いいので、まあ、ここでちょっと勝負いっとこうかなと思います。よろしくお願いしますね。はい。じゃあ、やっていきましょう。ちなみに何枚あるかだけちょっと数えていいですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11枚。で、普通のお気に入り券10枚の81枚なんで、まあ、アビスパで10枚蹴って、鹿島で80ね。はい。で、田代選手出た時点でやめますんで、はい。あとの分は、27日に申し越しますね。もし出たらね。はい。ということでやっていきましょう。お願いします。さあ、ここ、金旗でもいいですけどね。今野選手欲しいんですけどね。お、2時スタート。縁起いいね。いいスタートっすね。2時からさ、色限定出ることないんだろうな、多分な。さあ、ということで、岩崎選手スタートね。いいスタートよ。今までにないぐらいのスタートダッシュを決めましたけど、今日はあるんじゃないでしょうか、一発ね。ちなみにね、この選べる45以上のグロ剣はね、ちょっと迷ってます。はい。これちょっと迷ってんだよね。誰で引こうかなっていうね、うん。メインも相当迷ったんですけど、サブもね、どうしようかなっていう。さあ、黄色虹出てくれ。黄色虹出たら勝ちです。まあ、緑でも勝ちです、当然。今のこの状況だと緑より黄色と思うんですけど、まあ、そんなね、狙ってる場合じゃないからね。まあ、どっちかだけでも出てくれれば、来ないですね。あ、今、チラッといましたね。こんにちはしてましたね。はい。まあ、ちなみに、まあ、こっちのアカウントも結構アビスパメインでバンバン引いてるんで、まあ、当然、ここら辺の素材とかも相当集まってきてるんでね、まあ、いつでも限定は待ってますね。うん。来ないね。でもね、J クラ金旗出ないからな、引いてても。お、虹蹴るね、今日ね。虹は蹴れてるな。こんなにお気に入りクラブ券で僕虹蹴ったの、メインはサブ回して久しぶりなんだけどな。もう岩崎選手ね。はいはいはい。もうどんどんいいですよ。いっぱい引いていいよ。うん。もう虹はいくらでも引いてくれ。虹はいくらでも大歓迎。でも今欲しいのは色虹。ああ、ちょっと待ってくださいね。あれ、そんなパンパンだったっけな。結構最近に近況整理した感じがしたんですけど。さあ、ちょっとだけ売却していきますか、じゃあ。さあ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 。あと残り何枚かな ?1,2,3,4,5,6 枚かな ?6、7枚ですね。はい。さあ、金旗見してくれや。サブアカもね、結構見てねえですからね、もう金旗。うん。もう全然見てないんで、そろそろね、出てもいいと思いますよ。メインもね、メインはちなみに今回のあの、ね、エンブレム、今回というか前回の、まあ、前々回か、エンブレムの時に見ましたけど、確定でしか見てないんですよね。来ないね。いや、来ないなまあ、にじけれてるだけマシですけどね。うん。
さあどうなるか。残り4つ。いきましょう。来ないね。いやー、白か虹かみたいな、極端っすね。うん。白か虹か。さあさあ、あと3枚。いや、来ないね。いいね。白か虹かか。まあでも一発上振れたありそうですね、これはね。うん。さあ、あと2枚。いや、こっちも最近引けてないな。さっきお気に入りかよけど、僕メインサブどっちも全然引けてない。あー、なんか今日占うような一発。うん。さあ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 。さあ、これであと一発ね。じゃ、80はちょっと歌詞まで蹴ります。はい。いやー、まあまあでもね、気に入りあるからね。いや、奇跡起こらずか。いや、引けれないね。うん。お気に入りクラブ券ってこんなに蹴れませんでしたっけ？ちなみに。難しいですね。うん。さあ、ということで、最後ね、じゃあ、鹿島、行きますか。ちょっと僕も見てみたいんですよね、これ一回ね。うん。僕も頑なにしなかったんですけど。ちょっとメインはね、しにくいんですよね。うん。メインはね、ちょっとしにくいんですけど、サブならね、一発金旗出たらクソでかいですからね、ここ。まあ、早川選手でも正直ちょっとでかいような気もするんで。行きましょう。あー、まあね、気に地は出ないんだ、さすがにね。でも、すごい。あ、でも虹だらけだな。はい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 、虹だらけね。うん。いや、いいね、これ確かにね、羨ましいな、普通に。うわ、隣かい。いや、悔しい。ああ、でもこれ面白いわ。確かに。いいな。いや、おもろいよ、これは。ああ、惜しい。惜しいな。惜しいね。うん、でもいいね。早川選手とか関川選手あたりの餌めちゃくちゃ溜まるでしょ、これ。羨ましいな。うん。ということで、はい、残念ながら、お気に入りクラブ券、ぶっぱ失敗ということで。まあ、あとはまたね、うん、たまり次第、まあ、動画ちょこちょこやっていきます。で、サブアーカも今ね、バも一緒にメインも貯めてるんですけど、サブはね、結構先にもう貯め始めてるので、まあ、結構溜まってきてると思います。はい。ということで、まあ、ここもね、しっかり貯め切って、まあ、ここも、まあ、最終的には、まあ、年度末とか、まあ、TSS とか狙って引いていくと思うんで、まあ、今年そういう年にちょっとしていこうと思うんで、しっかりとね、まあ、バも貯めて、目的達成できるようにやっていきますので、まあ、よかったらね、今後のこのサブアーカの動向も、まあ、そんなに多く動画上がらないかもしれませんけど、気にしていただけたらなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。コインで失礼します。バイバイ。